ブラジルにあるこの滝は、その美しさや大きさだけでなく、ロープウェイに吊るしたハンモックで寝たり、テーブルで食事を楽しむ者もいる。このアメリカ人カップルは、インスタ映えを狙い、ピクニックテーブルで軽食と赤ワインを楽しんだ。もちろんこの体験はタダではできず、わずか15分で7万円ほどかかるとのこと。とにかく一生忘れられない思い出になることは間違いない。2024年4月3日、台湾で発生した大地震で屋上プールが滝に変身。泳いで気持ちがいいかもしれないが、映像ではプールにいた男性がバランスを取るのに苦労し、水が激しく左右に揺れている様子が映し出されている。このマグニチュード 7.4 の大地震は日本でも話題になり、少なくとも9人が命を落とし、900人以上が負傷している。中国浙江省の永康市には高さ200メートルに吊るされたサッカー場がある。もちろん実際にサッカーはできないが、誰でも遊べてトランポリンのように軽く飛び跳ねたりと子供たちに大人気のようである。運営者は安全を最優先に考え、毎日点検を行っているそうであるが、一部からは安全ロープもなく極めて危険だとの指摘もある。突風などが吹いたらひっくり返り、全員が下の池に落ちてしまうであろう。ロシアのカバルダ・バルカル共和国にあるゴルボエ湖は、石灰岩層の崩壊でできたカルスト湖で、最深部は279メートル。極めて透明度は高いが、現地では腐った湖と呼ばれており、湖水に含まれる硫化水素により不快なフラン臭が漂い、魚も生息できない。水中洞窟はまだ完全には調査されておらず、湖にまつわる数多くの伝説が存在する。例えば湖底には竜が住んでいるとか、アレキサンダー大王の軍隊も、チャガタイ・ハン国王ティムールの騎馬隊もこの湖に沈んだとの伝承がある。アイスランドの海岸から7キロ先のベストマン諸島にあるこの灯台は、高さ36メートルの岩柱の上に立っている。1939年に完成し、この独特な立地条件から世界で最も孤立した灯台と呼ばれている。灯台の建設には経験豊富な登山家が人間ピラミッドを作って楽器をよじ登り、重機は使用せず手作業で行われ、1950年代にはヘリポートが追加された。2009年に撮影された写真が注目を浴び、近年ジャスティン・ビーバーがその写真を Facebook に投稿したことで知られるようになる。2012年、マサチューセッツ工科大学の頭脳集団がキャンパスで一番高いビルを巨大テトリスに変えた。153個のマルチカラー LED ライトを使い、地上のコンソールパッドからワイヤやワイヤレスで操作できる。彼らは退屈するとこのビルの前に集まり、失敗してゲームオーバーになると全てのブロックがグリッド画面から下に落ちる。樹上にハンモックを吊るして仕事をするノマドワーカーの男性。セコイアの木は高さ100メートルを軽く超えるが、この高さで落ち着いて仕事ができるものであろうか。デジタル世代の若者たちはどこでも好きな場所で働いている。アイスランドで最も活発なカトラ火山には息を呑むような氷の洞窟がある。観光名所となっており、探索するものも多く、この氷河と洞窟では氷と火の息を呑むような組み合わせが鑑賞できる。このドローン映像はこれまで見たこともない壮大な光景を提供してくれる。ブラジル南部にあるパトス湖では車でのツーリングが人気であり、ほぼ淡水のため車体のダメージも少ないようである。パトス湖は風と潮流に侵食され、海岸線が切り離された古代の窪地跡で、海面と同じ高さにあるが、水質は湖の影響を受け、海水と混ざった汽水域は北側のリオグランデ川につながるわずかな範囲である。ドローンの操作はかなり面白いようであるが、初心者にとっては簡単ではない。経験不足による衝突や落下などの事故も少なくないため、とにかく練習あるのみである。ドローンは危険な山岳地帯の風景を撮影するのにも便利だが、経験豊富なオペレーターでもルートを慎重に計画せず準備を怠れば事故を招くことになる。ラルンガル僧院は標高4000メートルの高地に4万以上の修行小屋が立ち並ぶチベット仏教の聖地である。
遠目からは蟻塚のように見えるが、これらの僧院は中国文化大革命後のチベット全土の学識と瞑想を刷新する目的で建てられた。このブッダアカデミーでは仏教や哲学だけでなく絵画や医学、歴史や詩なども教えており、中国政府の制約を受けながらも男性だけでなく女性も学びに来ており、新チベットの中国人も修行しているそうである。近年中国全土で電気自動車の墓場が増えており、しかもみんな新品だという。あいにく持ち主が見つかる前に最新型が出て時代遅れになり、中古市場に売るより放置する方が楽で安上がりのようである。政府の優遇措置で成長した中国の EV 産業であったが、2019年に措置が削減されると多くの企業が経営破綻し、車両を放棄せざるを得なくなった。2018年にはシェア自転車市場でも同様の事態が起こっており、数十万台の自転車が放置されている。中国の江西省にある防仙国は崖の上や側面に建てられ、自然に囲まれた見事な秘境である。かつては道教の僧侶が修行していた建物は現在民宿や図書館、レストランや展望台になっており、夜にライトアップされると童話の世界のような景色に変身する。観光地として人気のため多くの人が訪れ、町の経済も急激に発展しているという。絶景以外にもここでは民族風情や絶品のグルメ、イベントなどが楽しめる。パイロットが高高度で飛行するアイアンマンのような姿を目撃、映画などに登場するスーパーヒーローは実在するのか、それとも風船かジェットパック男であろうか。エクストリームスポーツ好きの男性がグアテマラのフエゴ火山上空をパラグライダーで飛行、大抵の人はこのような高度で飛ぶことさえできないが、彼はただ飛ぶだけでは物足りないようである。そこで究極のアドレナリンを求めて噴火する火山上空を飛び間近まで接近。彼は14歳からパラグライダーを始め、この火山の周りを飛ぶのが夢だったというが、フエゴ火山は2018年に死者194人、234人の行方不明者を出しており、現在も活動中である。これほど多くの釣り人が集まる光景は滅多に見られないと思いきや、ミネソタ州のガルコでは毎年恒例のチャリティーイベントとして氷上釣り大会が行われており、1万人以上が参加している。トラックや四輪車、アイスシェルターなど豪華商品も用意されており、大会の収益は地元の慈善事業に寄付され、学習センターなどに分配されている。ウィスコンシン州のチパワ湖では毎年ボートを使って浮島を移動させている。この島は泥炭と呼ばれる植物が腐敗してできた湿原で、動植物がたくさん生息している。2022年5月、ボートが湿原を移動させる様子が撮影され、これが橋の前を塞ぐため年に1回は移動させているという。場所を間違えるとすぐに戻ってしまうので慎重に移さなくてはならない。湿原の保存は環境問題にとって重要で、世界では約10億ヘクタールの湿原が存在し、5000億トンもの温室効果ガスが含まれていると推定されている。そこで地元の人はガスの排出を防ぐため湿原を壊さずに移動させて保存している。漁師が魚の波に襲われる映像、彼らは波に浮かぶ魚が自分の手元に泳いできたり、魚が一斉に襲ってくるなどとは考えもしなかったはずである。北海に生息するホッキョクグマは泳ぎが得意で150キロも泳ぐことができる。だが近年の温暖化で氷河が縮小し、生息地が脅かされ、絶滅の危機に瀕しており、さらに泳ぐ距離が増えそうである。インドネシアの首都ジャカルタにある巨大なゴミ処理場には毎日6000トンのゴミが運ばれてくる。だが悲しいことに6000人がこの山周辺に住み着き生計を立てており、中には幼い子供もゴミ拾いをしている。ゴミ処理場近くにある学校では生徒たちが皮膚感染症や気管支炎、腸の寄生虫に悩まされている。政府はゴミを減らすよう市民に訴えているが、コロナの影響で処理が追いつかず、ゴミ山はどんどん高くなっており、近隣住民は処理場からの悪臭と収集車の通行量に怒りを募らせている。地区長のアセープさんは、彼女が6歳の時家族とこの地域に移り住み、
両親は田んぼを買ったが、時期に増え続けるゴミの山に飲み込まれてしまった。学校では彼女の服からゴミの匂いがするので、他の子供たちからゴミ捨て場のお姫様と呼ばれていたが、成績優秀の彼女はトルコ人の家族から奨学金をもらって大学を卒業し、周りを見返した。より良い生活を求めてこの処理場から脱出した数少ない一人であったが、ここで暮らす家族や子供たちを助けるために戻り、支援活動を続けている。キャンプやピクニックといえば、暖かい季節や緑の多い場所で行うのが普通であるが、韓国のアンドン市にある川では冬場の氷上キャンプが人気のようである。ここではスケートや夜の天の川を鑑賞したり、凍った滝登りなどが楽しめるが、あまり安全ではないようである。テントで寝ている時に氷が割れる音で目を覚ましたり、氷に亀裂が入りテントが沈んで別の場所に移動した者もいるという。とにかく夜はマイナス10度まで下がるので、十分な防寒装備が必要である。ある探検家がドローンで撮影した画像がネットで話題に。彼の愛機ファルコンは高性能カメラを搭載し、 GPS を利用して広大なエリアを探索することができる。今回彼が山岳地帯の調査を行っていると、なんと断崖絶壁に吊るされた者たちの姿を発見。彼は警察に通報し、呼ばれた専門チームの調査の結果、この場所はかつて宗教的な儀式の場所であり、吊るされた人たちは行方不明者であったことが判明。真相はまだ解明されていないが、彼は現在もこの事件を追い続けているという。もちろん彼が捏造した作り話か欲しいもかもしれないが、彼岸に生きるセカビタの視聴者にとって現実と虚構の違いなどもはやどうでもよいことであった。オーストラリアの男性が椅子を取り付けた自作のドローンで釣りをする様子を公開。カフェチェアに座ってビールを飲みながら楽しむ釣りは格別であろうが、同国の航空規則に著しく違反している可能性があり、違法と判断されれば1万ドル以上の罰金が課せられる恐れがある。2016年にはドローンを使ってソーセージを空輸した男性が航空安全規則に違反したとして罰金を課された。